ノイフライドフライドポテトの出来上がり。というわけで買いました。9000円のエアーオーブン高ノンフライヤー。マクドナルドに行かずに冷凍フライドポテトが食べられたら、1回につき移動時間30分と、約700円が節約できるし、料理の幅が広がるのでポチりました。最初はテストとして、今ちらっと映ったポテトのベーコン巻きを焼いてみようと思います。奥の汚れた皿は、仕事の合間にすき家の冷凍食品のチキンを食ってた後なので、つい数時間前のものです。見てわかる通り、何度で、何分加熱するか。この3つしか操作盤がありません。シンプルでいいですね。迷うことがない。家電屋に置いてある、誰が買うにゃっていういらないハイテク付加価値がついた、クソ高い電子レンジや冷蔵庫にも見習ってほしい。最大パワーで5分ほど熱すれば予熱は完了するらしいです。適当に並べていきましょうかね。手前に傾いてて、食材がお肉巻きコロリンしそうなのは、面倒くさいので放置します。家電屋に掃除機を買いに行こうとしたら、種類が多すぎて違いがわからなくて、結局何も買わずに帰ったぜ。このクソ野郎立て付け悪いなおい、片手じゃ閉まらねえじゃねえか。1万円という商品価格といい、この見た目といい、誰がどう考えても安物の部類でしょう。まあ大した問題ではないです。ベーコンが何分なのかわからないので、とりあえず適当に加熱させてから、仕事しながら待ちますか。何分か忘れたけど開けてみました。予想に反して素晴らしい出来です。ただ加熱できてるだけじゃなくて、焦げ目やカリカリ感まである、生焼け肉を食べる用の箸でつついていいのか知らないけど、適当にひっくり返したら、また焼きましょうかね。あーくそ閉まらねえ、これだけがネックなんだよ。安く買えたから別にいいけど、片手でここを取り扱うのは、基本的に撮影中だけだしな。それに今回、三脚を1階に忘れて面倒くさがってるだけだし。おお、見えるかいこの焦げ目、ポテトまでカリカリに仕上がっている。そしてこの油、網の隙間から垂れてヘルシー。この手の食品にヘルシーとか、高性能車に燃費を求めるようなもんだけど、油が胃に溜まるとムカムカする原因になるからね。余計な油分を落とせるのはベリーベリーグッドですぞ。英語圏ではスパーブっていうようですね。またガチャガチャやってて草。隣のパソコンで仕事しながら調理できるっていうのが最高ですな。シャローワークのお供として、だれる後半戦も楽しい。カリカリホットで、試食してみたら本当に美味しかった。調理完了盛り付けましょう。適当ですまんな。100円で売ってるカット野菜と、肉を同時に食べる健康食かっこ当社費だ。合成な食事に使う金があったら車に回したい私には、安くて適当で、うまい飯が一番なのだ。さて、この時のために1袋350円で買っておいた、念願の冷凍フライドポテトを開けようではないか。さっきのサラダ残してて草。肉の量が足りんかった。その消化を兼ねて、洗い物が1回で済むうちに追加で焼くのだ。適当に開けてバサバサやってみた印象ですが、4割くらい凍った水が出てきますな。小さい開口部でケチケチやってるのは、ドバッと出てくる悲劇を防ぐことを優先しているからです。マジで氷ばっかり出てきて草。フライドかき氷ポテトかよ。フライドかき氷ポテト。こんなもんでいいかな。仕事場が2階で冷蔵庫が1階なんだけど、いちいちポテトを取りに行くのは面倒だね。大体の調理時間がマニュアルに書いてあって、冷凍フライドポテトは15分か。適当なところで取り出して様子を見てみます。黄金色で、カリカリホクホクしてていい感じですな。箸で撫でた時、水っぽさがなくて、カリッとした個体で動いていく感じが特にいい。ちゃんと調理できてる証拠だね。あれだけ水っぽかったのに、大したもんだぜ。袋入り冷凍フライドポテトを揚げて食べる、思い出したよ。小学生の頃の夢だった。こんな形で叶うとはな、楽な人生だな。まだ買った翌日だけど、この家電は間違いなく、何十倍も元を取れる神製品だ。プリウスや45万の編集用パソコン、食洗機やガレージ付き自宅に値するコスパ。価格がバラバラすぎてコストの方がむちゃくちゃなんだよな。ビシャー、適当盛り付けビシャー。なんかせっかくキャッチした油が入っちゃった気がするんだけど、これ多分気のせいじゃない。よいしょ、今絶対いくらか皿に入っちゃったんだけど、取れた油はこれくらい。これを直接飲めって言われたら相当しんどいだろ。でも、普通に揚げて食ったら、累積であれ以上の量を摂取することになる。大したカロリー削減にもならないだろうが、摂取するカロリーの中身を、改善していくことが可能なんだ。カーボンルーフやカーボンボンネットを、ハイパフォーマンスモデルに純正装着する自動車メーカーの気持ちになるですよ。とりあえずティッシュを放り込んで油を吸わせてみましょうかね。ティッシュでいいのかな。まあどうでもいいや。というわけでサクサク熱々だけど、油っこさが抜けた、ヘルシーなポテトに仕上がりました。ノンフライドフライドポテトというわけだな。それではまた今度。